僕はわしらで食い止めますけ。義龍の兄貴たちは先へ。俺らかかってこっか。おら、エレベーターを止められたか。おらおら、ここも片付きましたね。先を急ぎましょう。死ねえ。くそ、ユタよ。まずは一人、次はどっちだ。動くなユタ、じっとしてろ。すぐに片付ける。少し我慢しろ。大丈夫なわけないだろう。じっとしてろ。こんな大事な時に寝てられるわけないでしょ。秋山、雄太のことを頼めるか。桐生の兄貴、動くなって。畜生。雄太、死なれちゃう。ハルカとハルトに合わせる顔がね。お前は生きろ。生きて二人のこと守ってやってくれ。兄貴。秋山、あとは任せたぞ。お気をつけて。
Thank you.
誰だ。あなたがお探しのものですよ、四代目。すごい。こちらいらっしゃることは分かっていました。ですが、私あなたの相手をするほど暇じゃありません。代わりの者に対応させます。代わりの者？お前はどこにいる？俺がどこにいようが関係ねえだろうが。キリュウ、てめえはここで死ぬんだ。ゆっくり見物させてもらうぜ。よく見えるな、キリュウ。おーい。どういうことだ、ソメア。見ての通りですよ、四代目。てめえの相手はそこのソメアだ。聞いたぜ。あんた俺と岩見社長をぶっ殺すつもりだったんだってな。てめえを殺した後、沢村遥と赤ん坊も必ず見つけて殺してやる。その前に大道寺が死んだとしてもだ。俺らを敵に回した人間がどういう目に遭うか、いい見せしめになるからな。すげえ。安心してソミアに殺されな。何があった、ソミア。何があったって、行かれちまったんですよ、俺は。
殺す相手はお前じゃねえ。後ろで笑っている菅井たちだ。それ以上やれば死ぬぞ。もうやめろ。まだ終わってねえ。君には無知をくれてやる必要があってな。お前ら清美ママを。岩見、染谷にはあなたを殺せば女を助けてやると言ったんです。だが染谷はその条件を守ることができなかった。やめろ、やめてくれ。キリュウさん、あなたがソメヤに殺されてやらなかったせいです。やめろ岩見、彼女は関係ねえ。ではこうしましょう。三つ数えます。それまでにソメヤにとどめを刺してください。何？そうすれば彼女は見逃します。言っときますが、私は気が長い方じゃない。一つ。四代目、あいつら本当にやる。頼むからこいつで俺をやってくれ。二つ。時間切れだ。待て。ソメヤ。あなた。なんじゃこりゃ。清美、あの子には、ヒロミには、俺一度も手を開けたりなんかしてねえからな。大事にしてきた。本当だ。美しき夫婦愛を、いや家族愛を見せていただきましたよ、染谷さん。何をする気だ。まあ時間切れは時間切れじゃけえの。キヨちゃん、おい、なんならこりゃ。しっかりせ。まだ助かる。娘を頼まれたと言ってくれ。今ここでだ、南雲。分かった。
必ずわしが守りきる。安心せい。